パリオリンピック2024バスケットボール男子予選リーグ、大会8日目イコール現地時間2日、ピエール・モロワ競技場、バスケットボール男子日本代表は予選グループ B 最終戦でブラジルに84対102で敗れ、52年ぶりのオリンピックでの勝利とはならず、2大会連続の予選グループ敗退となりました。 渡辺裕太選手は、今日の内容に関してはすごく自分たちのステップアップにつながったと思いますし、間違いなく成長できた試合だと思う。結果を残してないのは事実として残っているのでもちろん悔しいですけど、また次目指して頑張りたいと思います。とブラジル戦を振り返りました。ベスト8を目標としていたものの、 東京五輪に続いて予選グループ最下位に終わってしまった日本代表。勝てていない現状は変わってはいないので、そこに対する悔しさっていうのはもちろんあります。今回ベスト8という目標を持ってやっている中で達成できなかった悔しさの方が大きいです、と悔しさをにじませました。 試合前にはエースの八村塁選手が左肥腹筋の負傷と診断され離脱するアクシデントもありましたが、やっぱこういう大会、何が起こるかわからないので、しょうがないことっていう風に切り替えてみんなやっていましたし、そこを言い訳にすることはできないので、今日11人全員試合に出たと思いますけど、11人がそれぞれ素晴らしい仕事したと思いますし、 だからこそやっぱり勝ちたかった、と話しました。そして、僕にとってはまだ悔しい思いしか、東京も今回もそうなんで、また次目指したいなと思います。と4年後のロサンゼルス五輪への意欲を示しました。